チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。今日もショールームやるよ。はい、本日は前鉄コンがあります。前鉄大集合2が坊ちゃん劇場であります。配信もあるのでぜひ固まっちゃった。なんで？ごめんなさい、アプリ固まった焦った、めっちゃごめんね。フリーズしたよね。ごめんなさいフリーズしてたアプリ固まっちゃってフリーズしちゃったよ。びっくりした。どこまで話したっけ。あの、今日は前鉄コンがあって配信もありますって話したんだ。そうそう、配信あるので。なんかさ、今日この角度で撮ったらいつもより輪郭シュッとしてない？イエーイ。昨日はね、お昼夜とお弁当が出て食べて、で昨日夜だけ記録しなかったけどね、後で記録しました。全然 OK でしたね。最高。はい、前鉄大集合2、1日目でございます。イエーイ、頑張るぞ。今日はちょっとね、昨日ちょっとだけ寝るのが遅くて1時前になっちゃったんだけど、でもそれでも7時間弱は寝れてぐっすり眠れました。あの、目覚めはだいぶ眠すぎたんですけどはい、菜の花はめっちゃ綺麗に咲いてるんですよ。そう、すっごい綺麗菜の花なので、もし前鉄大集合に来られる方、まあジョンマイラブも見られる方は、菜の花もぜひ見ていただけたら。ジョンマイラブと前鉄この間時間あるから一回帰って昼寝しようとしてる。いいじゃない。ただあれだね、寝すぎないようにだけ。多分大丈夫だと思うけど気をつけて。愛媛あったかい？わかんない、私外出てないから。結構ね、お昼はあったかいんだけど夜がちょっと寒いなっていうことが多いかな。でもそんなにかな。はい、だからまああったかい？よかった。もう私まだ今日は外出てないからわかんない。でもそう、最近は結構あったかい日が多くて、ただやっぱおとついとか昨日はあの雨も降ってたし、あんまりお天気良くなくてちょっと寒いかもっていう時が多かったですね。そう、菜の花すっごい綺麗だから本当に見てほしい。でも私も菜の花行けてないから見たいな、見たいなっていうか、普通に劇場から全然見えるんですけど、そう、実際近くに行って写真とか撮りたいんですよね喉鳴った。あ、菜の花由来なんだ、素敵。でも浜ちゃんもう菜の花、どうな、菜の花のような映画をいっぱい咲かせたいってさ、キャッチフレーズで言うとったけど、浜ちゃんは菜の花あれなのかな、関係あるのかな菜の花あれなのかなってちょっと面白かった自分で。今日はね、ルンテツは一日お休みということでゆっくりです。うん、
ちなみに私の名前の由来はね、まあ私高岡薫っていう名前なんですけど、由来っていうかまあ風薫から来てて、そうそう、いやいやいや、聞くのは翻訳いるから、翻訳いらっしゃるんでダメですダメです、それはもう皆さんに井出口ほのか班を見ていただきたいんで井出口、もうルンチクは東京、もうルンチクはもうあれ限定で良きです。はい、私はね今日の全鉄コンと明日の明日のジョマイラブにするためにちょっとね休んでます。そう、爽やかなんですよ、なんか風香る色合いだから爽やかな感じなんですよ。たまにね結構 MC とかで高岡薫ちゃんって台本にさフルネームで書いてあったりとかして、別の子がそれを読むときにこの子は私のフルネームを覚えてるかなってちょっとね毎回を考えちゃうんです。なんかその子のこと信用してないとかじゃなくって絶対に考えちゃうんです、どんな人でも。さすがにさプライベートの友達はないんだけど、そのやっぱお仕事をしてる時には毎回この人は私の名前フルネーム覚えてるかなって本当になんか信用してないとかじゃなくて本当に思います、本当にそう思うだけ。一応私ルンバとかルンちゃんとか呼ばれてるんだけど、一応高岡薫っていう名前なんでそうそう、おはようございます。今日朝から体をいたわって朝ごはんもちゃんと食べました。でも若干眠いです、っていうかこのリラックマのさギフト可愛いよね。みんなリラックマ好きですか？私はね小学生の頃が一番ハマってて、まあ今も嫌いなわけじゃないんだけど、私はでもね茶色い子グマが好きです。めっちゃ可愛いもんだって茶色い子グマめっちゃ可愛い。昔はねコリラックマが好きだったんだけどどんどんちっちゃくなってるからね。黄色い鳥はまあ好きだけどね。そうでもコリラックマのぬいぐるみ持ってご飯食べに行ったりしてました。あ、コリラックマ推しの方がいらっしゃる。いやいや、そんなコリラックマのピンクのマフラーしてるやつをね持ち歩いてて、今とあんま変わんないことしてるんだけど、そう今もねそその葉持ち歩いてご飯取ったりとかしてるからさ、そうそう、それこそその茶色い子グマと黄色い鳥の T シャツ持ってたりとか、でも結構やっぱ小学生の頃好きだったから、その時になんかマグネットもらプレゼントでもらったりとかしましたね。それ以外あったっけって考えてた。まあぬいぐるみも持ってるけど、コリラックマだけだった気がするな、ぬいぐるみは。でも多分文房具系が多かったかな、リラックマは。うん、
それこそなんかシャープペンシルとか持ってた気がする。シャープペンシルって言っちゃったよ。とか靴下も持ってたね。リラックマの髪留めもありそう。あー確かに今だったら絶対ありますよ、髪留め。前髪留めるやつね、もうめっちゃ人気だよね。私もあれ大好きなの、愛用してる前髪留め。いろんなのありますけど、ウサハナはじめサンリオのやつもいろいろあるし、ガチャガチャで人からもらったものもありますし、それをずっとつけてます。旅行先でご当地根付け集めてます。私は旅行先でご当地キティちゃんくるぶしソックスを集めてます。そう、キティちゃんのご当地くるぶしソックス集めてますね。絶対にね、県外に行った時はもう絶対に手に入れようと思って。そうそう、ちょっと今回ね、前鉄婚に合わせてキティちゃんのご当地ソックス愛媛県の持ってくればよかったって思って、でも持ってきてないからさ、ちょっと後悔してます。ちょっと後悔してる。そう、だいたい私そのチームメイトの活動するときは愛媛県の靴下履くようにしてて、そうだからちょっとね、今回ちょっと失念してた。持ってくればよかった、マジで。もうね、5本指ソックスしか今ないんですよ。そうなの、5本指しかない。まあ、それかこれを機にまた別の靴下買うっていうのも一つの手なんですけど、はい。ね、ございます。でも5本指ソックスにもめっちゃ慣れました。最初慣れなかったのに。そう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 、朝中マルシェでね売ってるからね、5本指ソックス。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それじゃあ今日はちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきますので、じゃあランキング読むよ。13位から。13位ドクタケさん、12位カリネコでもスキリアさん、11位ルイちゃん、10位ココホルさん、9位ウミユビさん、8位ロミツさん、7位トシくんさん、6位ママさん、5位がハスールさんでいいかな。で4位夏目さん、3位カラスのカッコさん、2位川端真嗣さん、1位がハヤちゃんさんでした。それでは今日は前鉄婚頑張ります。配信、生配信前鉄婚あるのでぜひ見ていただけたらと思います。それでは配信はまた明日。ありがとうございました。またねー。